こんにちは。カナダ大事のメタスです。デンマークコロナ終焉へ、ニューヨークシティのワクチンパス発表、ノージャブ、ノージョブということでお話をしていきたいと思います。 えっと、最初にですね、昨日お話ししたアフガニスタンに関する続報をいくつかしていきたいと思うんですが、まあ、なんじゃそりゃみたいな話ですね。えっ、ー、と、まずトルドー首相がですね、タリバン政権をアフガニスタン政府と認める予定はありませんよ、ということを明言しました。で、これに関しては保守党党首のですね、オトゥールも同様の声明出してますので、まあ、あの、9月の20日にカナダって総選挙があるんですね。まあ、その結果、誰がどのように政権取ろうが、まあ、カナダとしてタリバンを政府として認めることはないかなというふうに思います。はい。まあ、あと、c というならですね、あの、そもそもトルドー首相を率いる自由党が 多分今回伸びるんじゃないかなって僕思うんですね。その保守党の党首がまあ、あんまりね、よろしくないですからね。えっ、ー、と、結局なんか自由党のなんか下請け業者みたいなことをやっちゃってますから、うん、あんまり勝てる見込みがないんじゃないのかなってちょっと、なんか僕は正直がっかりしています。はい。まあその話は以上にして、えっ、ー、と、今一つ問題になってるのが、その、まあ今回どう考えても引き金となったのってアメリカ軍の撤退っていうところが大きなところがあると思うんですよね。 で、えっ、ー、と、それに関して、ま、時事がですね、本来であるならば、いろんな国のリーダーとかといろんなことを話し合わないといけないはずなんですが、未だに誰とも喋っていないっていうことが今問題視されてるんですね。で、一方で、じゃあ、トルトー首相はどうかっつったら、もうすでにアメリカのですね、超重要人物とお話ししてるんですよ。誰かというとですね、なんと、ヒラリー・クリキントンなんですよ。<laughs> えっと、なんで、 え、ヒラリーと喋ってんのっていう話なんですが、なんかね、えっ、ー、と、ニュースのインタビューの中で、私はヒラリー・クリントンと、あ、前国務長官と、えー、意見交換をしました、みたいなこと言ってて、<laughs> なんでブリンケンじゃねえんだよって僕思っちゃったんですが、えっ、ー、と、なんか知らんけど、クリキントンが表舞台に出てきています。はい。で、一応、その女性問題に関して話し合ったそうなんですね。まあ、あの、かなりね、不安視されていますから、で、まあ、 一応女性だからっていうことで、まあこういう話をしたのかもよくわかりませんが、えっ、ー、と、なぜかよくわかんないね、おばちゃんが表舞台に出てきちゃってるってね、そういうような感じになってきています。はい。で、えっ、ー、と、もう一つありまして、タリバンがですね、あの、今、記者会見を今やってるんですが、えっ、ー、と、この後イスラム法に厳格な国家づくりをするっていうことを発表しているんですよね。で、そうなると、 懸念されるのが女性の権利に関する問題で、例えばその女性だけで外を出歩くっていうことは、まあ、禁止されるっていう世の中になるんですよね。必ず誰か男性と一緒に歩かないといけないみたいな感じで、なんか一人で歩いてるだけで取り締まられちゃうと。 いうような話になってくるので、まあ、かなり、その、女性と男性の、えー、に差がつくようになっちゃうわけなんですよね。で、まあ、これに関しては、僕たちみたいな、その、イスラム教徒じゃない人が、口を出すのはどうなのかなって思っちゃうところは正直あるんですね。その、本人たちからして、その、そこにいらっしゃる女性の人たちは、じゃあどう思ってるのかっていうところを正直気になるんですが、その辺の話が僕よくわからないので、まあ、あの、深くはね、そんなギャー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 言えないかなと思うんですが、ただ、一般的感覚からすると、なんか今の国際の情勢からすると、 ちょっとずれた考え方だよねって思っちゃうところは正直ありますよね。で、まあ、それに関して記者団から、まあ、その女性の権利に関してどうなんですかっていう質問を受けて、まあ、タリバンの報道官は、まあ、尊重しますよ、的なことは言ってるんですが、まあ、多分口だけだよねって正直思っちゃいますよね。まあ、タリバンですからね。あの、結構、その、なんだろう、あの、前科がありますから、あんまり正直。 これを信用するのはなって思っちゃうところはあります。はい。えっ、ー、と、まあ、本当に彼らがどうするかまだわからないんで見,る見とくしかないんですけどね。で、えっ、ー、と、この会見の中でタリバンにですね、記者が聞いたのが言論の自由に関してはどうですかっていうふうに聞かれたんですね。で、それに対してタリバン報道官が返したのが、いや、それは我々が Facebook に聞きたいねっていうふうに言っちゃってるんですね。はい。あの、ね、あの、 方向性の違う話だと思うんですけれども、タリバンはね、あの、テロ組織として認定されているので、まあ、監視検閲対象になってるっていうところがあって、で、まあ、僕たちもいろいろ感じてるじゃないですか。例えば今回のパンデミック騒動にしても、かなり情報っていろいろ統制されていますよね。まあ、そういうことを考えると、実は僕たちのビッグテックに関する、あの、 なんだろう重いっていうのはタリバンと同じなんじゃねえかっていうふうに思っちゃうところがあって、はい。あの、もちろん僕そんな危険人物じゃないですからね。あの、なんか感化されてどっかに突っ込んでいくとかそういうことはしませんが、えっ、ー、と、まあ、あの、よくぞ言ってくれたって思っちゃいましたね。はい。ということでタリバンに関する話でした。 では、まあ、えっと、パンデミック絡みの話いきたいと思います。デンマーク政府がですね、コロナ対策方針を一気に変えるという話が出てきています。まあ、あの、一週間前のニュースになるんでちょっと古くなりますから、もう知ってる人も多いかもしれませんが、えっと、10月1日に、ほぼすべてのコロナ対策を終了させるというようなアナウンスメントがありました。えっと、現在ワクチンパスポート運用されているんですが、その対象って徐々に縮小中なんですね。 で、10月1日には完全廃止っていうことを目指しているそうです。で、このタイミングでワク、えーと、マスクに関する義務も無くす。で、ちょっと PCR 検査に関する取扱い動きよくわからないんですが、えっ、ー、と、PCR 検査結果証明を見せるうんぬんかんぬんを廃止するっていう話になってるんですね。まあ多分これはワクチンの代用品の話だと思うんですが、 この PCR 自体を廃止するかどうかっていうところ、ここはね、よくわからないんですね。ニュースソースが全然ないので、あの、で、よくデンマーク語もよくわからないから調べられないしっていうところがあって、えっ、ー、と、ちょっとあの、前に進めていないんですが、これどうなるかわかんないです。ただ一つ、デンマークの裁判所が、あの、面白い判決を出してまして、えっ、ー、と、PCR 検査の強制を違憲とするっていう判決が出てるんですね。 デンマークの、えー、と国会議員がどうやら PCR 検査を受けろっていう話を拒否ったらしいんですよ。で、そうしたら、日本円で言うと多分20万円ぐらいなのかなの、えー、と罰金刑を課せられたんだけれども、まあ、それも払わないと。 で、裁判になって、裁判所が、あの、その PCR 検査の強制っていうのは、この緊急事態宣言下で命令できるものの範囲を超えてるという判決を出して、なので、絶対受けろっていうようなことをするのは違憲であるっていう判決を出したんですね。 まあこれがどこまでの範囲に適用される話なのかよくわからないので、例えば外国人に対してもそうなのかとか、えっ、ー、と国民に関してもそうなのか、そもそもその検査自体を否定しているのか、そこに関してはちょっとまだ明確にはわからないんですが、まあそういうような判決が出ているんですね。まあなのでちょっとデンマークに関してはこれから面白くなりそうな気がしますね。あの、なんだろう、世界に色々いい ねえっ、ー、と、なんだプラスの内容を発信していってくれる国になるかもしれないなっていうふうに個人的には思っています。はい。で、デンマークの保健当局がですね、このアナウンスメントの時に何言ってるかっていうと、まず、感染がどんどん増えたところで医療逼迫になるようなことはもうないというような見解を示しているそうなんですね。で、さらに、ワクチンによる集団免疫獲得にはもう頼らない。 夏休み明けで多分でかい波が来るだろうけど、だけどそれはインフルのようなものだよっていうふうに言ってて、あ、確かになってふに思ったのが、あの結構、あのいろんな国で、まあ、なんだろう。 永遠と増加し続ける国ってなかなかなくないですか大体いいその波が来て収まって、波が来て収まってみたいな感じで、それも結局今までだったら1年間にわたってインフルエンザってそうだったじゃないですか。冬になってドカンって増えて、その後減ってみたいなね。まあ、それの波がちょっと増えたかなぐらいになってるっていう風な、まあ、認識を多分デンマークはしてるんじゃないのかなという風に思います。はい。 まあ、あの、これはいろんな意見があるのかなっていうふうに思いますが、とりあえずデンマークに関してはこのような、えー、ことを言っていて、まあ、波が来てもどうせ収まるから大丈夫だよというような、まあ、認識を持って、これから方針を変えていくということだそうです。はい。で、一方でそれと真逆のことを発表したのがニュージーランドですね。えっ、ー、と、アーダムン首相がですね、感染者が一人出ましたということで、ロックダウンを実施するということを発表しました。で、まあ、これに関してもいろいろな意見があるのかなっていうふうに思うんですが、まあ、あの、 どうしてもね、オーストラリアと同じで、島国ならではの文化っていうのも関係してるのかもしれませんよね。まあ、にしてもオーストラリアはね、ちょっとひどすぎるぐらい厳しいと思うんですが、まあ、とりあえずですね、今回よくニュージーランドで一つ、なんだろうな、興味深いのが、 これまだ一人しか出てないっていう状態じゃないですか。なんか170日ぶりぐらいに行政反応者が出たそうなんですが、その最最初期の対応なんですよね。まあそれとしてロックダウンの効果が証明されるかもしれないなっていうところがあって、まああの、だからといって今の日本でじゃあやったら僕は未然も効果ないと思いますよ。なんでやっても意味ないと思うんですが、あの一つ思うのが、ニュージーランドって島国じゃないですか。で、その島国の中でロックダウンをいっちゃん最初にやるとさあどうなるっていうところ。 まあ結果もうすでに2700人ぐらい合計でニュージーランド出てますから、まあどうなのって思うところは正直ありますが、まあ今回ちょっとそれをですね、僕見ておきたいなというふうに思っています。はい。で、えっ、ー、と、どんな期間はですね、陽性反応が出た、えっ、ー、と、最大都市オークランドで1週間。で、えっ、ー、と、その他のところは3日間の予定だということで、まあ思ったよりかは短いですよね。で、えっ、ー、と <laughs>、 一応、ニュージーランドも北の島と南の島に分かれてて、オークランドは北の島にあるんですね。で、南の島ってこれ全然関係なくねって思っちゃうんですが、まあ、やるときはみんなで一緒にやるんですね。はい。ニュージーランドに住んでる方はどう思ってるんでしょうかね、これに関してね。やりすぎだと思ってるのか、それとも頑張れなのかよくわかりませんが、うん、まあ、すごい厳しいですよね。はい。で、一つですね、懸念してることが僕は正直あるのが、今もう政治家気取りになってるんじゃないかっていうぐらいの日本のコロナ対策分科会の方々。 に、まあ、これが利用されないことを祈りたいなっていうふうに思います。昨日のニュースだか今日の朝のニュースだか忘れちゃいましたが、ロックダウンやれるような法律を作るべきだっていう提言しましたよね。それってもうなんか違う世界の話なんじゃないのかなって思ってて、なんで文化会がそんなに引っ張っていくんだっていうふうに僕思っちゃって、うん、なんかすごい違和感を感じました。はい。まあ、とりあえずそんなふうに政治家気取りの人とかに、まあ、あの、利用されないことだけは僕は願いたいなというふうに思います。はい。ということでニュージーランドに関してでした。 では最後、ニューヨークシティのワクチンパスに関する話題で、えっ、ー、と、以前にもご紹介しましたが、もう完全にその案が、案というか、ま、決定事項が出てきまして、えっ、ー、と、市長令が出されました。え、緊急事態宣言が根拠となる緊急市長令としてワクチンパス導入が発表されまして、えっ、ー、と、全部で5ページにわたる市長令だったんですが、まあ、どんな人がやらないといけなくて、どんな人が免除されるかっていうことが明確にわかってきました。 で、まず一つ注意しておいてほしいのが、これ一生ものじゃないんですね。あくまでも緊急事態宣言下のみ有効ですから、もしこれを永久に使いたいのであれば、えっ、ー、と、ま、衆議会なり市議会なりが、えっ、ー、と、その、なんだろ、う、ちゃんとした法律を作らないといけないんですね。なので、えっ、ー、と、これができたからといって、これから何十年間何百年間ずっと有効なものかって言ったらそうでもないということは一応言っておきたいと思います。はい。 で、えっ、ー、と、まず対象なんですけれども、屋内施設で勤務するすべての従業員、12歳以上のお客さんは、接種証明を見せなければ、勤務、入店、入館することができないということになっていくるんですね。で、対象となる施設としては、えー、屋内娯楽施設と言われるジムとか映画館、コンサート会場、カジノ、博物館、動物園、水族館、スポーツ観戦、プールなどなどですね。で、あとは店内飲食に関しても、 まあ、例えば高級なレストランとかでなんか食べたいなっていう風になっても、えー、打ってないとダメだよということになります。で、屋外に関しては問題なしということですね。はい。で、えっ、ー、と、しっかりですね、免除規定もあるわけなんですけれども、えっ、ー、と、まず免除される人っていうのは、その代わりにソーシャルディスタンスが取れない場でのマスク着用っていうのが義務付けされます。で、えっ、ー、と、 言い方変えると、PCR 検査で代用されるんじゃないかっていう話が最初あったんですが、そうじゃないっぽいんですね。僕の見落としじゃなければそんな規定書かれてなかったので、えっ、ー、と、ま、なんで、ある意味では良かったかもしれませんね。わざわざ検査を受ける必要がないということでね。はい。で、この免除規定にちょっと問題があるかなって僕正直思ってまして、えっ、ー、と、まずいい話をすると、短時間限定された目的の入店の場合は別に接種証明しなくていいと。例えばトイレ使わせてくださいっていう時も別にいらないし、えっ、ー、と、例えばそのファストフードとかで注文するとき、 とかピックアップするときっていうのも別にいらないと。で、着替えでロッカールーム使いたいですっていうときも別にいらないし、えー、あとは修理。なんで、な、例えばあの、なんだろうな、えー、カフェで、えっ、ー、と、エスプレッソマシーンがちょっと調子悪いですって言って、サービスマンの人が来て直すみたいなときも別にいらないということだそうなんですね。この短時間の、あの、なんていうの、くくりがなん、何にも書かれてないのでよくわからないんですが、まあ、ある程度は、まあ、 見過ごしてもらえるというような感じかなというふうに思います。で、あとは、えっ、ー、と、ニューヨーク市民ではないプロアスリートとその関係者。まあ、あの、プロ野球選手とかプロバスケットボーラーとかそういう人たちですよね。で、多分これね、ニューヨーク市民だったら打たなかんのかなというふうに僕思います。はい。まあ、でもそれどうやってわかるんだって思っちゃいますけどね。で、最大の問題がですね、健康問題で非接種者に関する免除規定ってないんですよ。 ま、なので、まあ、どんな問題で打てないのか僕よくわかりませんし、多分人握りの人間だと思いますよ。なんですけれども、もうこれで働けなくなる人って出てくるんですよ。で、これに関して、え、抜けてないっていうことで死に確認した人がいたんですけれども、まあ、やっぱり帰ってきた答えっていうのは、いや、健康問題に関してもそれは免除対象外ですよっていう回答だったっていうことなんですね。まあ、なので、えっ、ー、と、今日タイトルにしましたが、ノージャブ、ノージョブっていう言葉が今、オーストラリアとかでもわ、あの、結構広がってるんですが、その、 ワクチン打ってないと仕事がないっていうね。まあ、あの、ノーミュージック、ノーライフっていう言葉あるじゃないですか。あの、音楽なしでは生きていけないみたいなね。まあ、あの、ワクチンなしでは仕事はできないっていうような世の中に、まあ、なっちゃったのかなというふうに思います。はい。で、えっと、あとは観光客に対する免除規定もありませんから、日本から行,行こうかなっていうふうに予定されている方いらっしゃったらば、いらっしゃる場合はですね、こう困ると思います。というのも、あの、今日から運用開始されて9月13日に義務化されるんですね。で、罰金が、これ確か、 それぞれのお客さんにはないのかなきっとね。で、えっ、ー、と、なんだろう。ビジネス側にあるっぽいんですよ。で、これに関して日本の発行するワクチンパスって使えないらしいんですね。日本の出すワクチンパスって、えっ、ー、と、なんかどこで接種したかみたいなやつが載ってないと。ただニューヨークシティのそのワクチンパスってどんなものっていう規定の中に場所も明記されてないといけないっていうのがあるらしくて、なんで日本で打ったものだとなんか使えないらしいんですよ。 なので、えっ、ー、と、例えばこれからニューヨークシティに旅行に行って、なんか博物館行こうかなとか、あのな、なんか、コンサート会場行こうかなとか、いろいろ考えてる人っていうのは、ちょっといろいろ考えないといけないところが出てくるのかもしれないかなというふうに思います。はい。っていうのもまずありますし、やっぱり僕が一番問題だなって思ったのはこの辺ですよね。その本当に打てないにもかかわらずっていう人をどうするんだっていう話。で、今回これを実施したっていう、その、 前例ができてしまったっていうのが大問題なんですよね。まあなんでこの後、えっ、ー、とまた違う病気なり何なりかが流行った場合とかっていうのは、まあそれがまた世界中に派生する可能性もあるっていうところを考えると非常に怖い動きだなっていうふうに今回のものに関しては思いました。はい。えー、ということでまあいろいろね皆さんの中にも意見はあるかなっていうふうに思うんですが、まああの、ね。 人逃げりであろうと、やっぱりそれによって働けなくなるっていうのはかなり問題があるかなっていうふうに思いますから、まあ、この辺をどうするのかなっていうのをですね、あの、この後の続報ですね、待ちたいと思います。さすがに対策しないと僕思わない、思えないので、はい。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。えー、最後はですね、ちょっと何とも言えないんですが、この後ろ姿可愛くないですか <laughs> またあの、箱に、 ね、猫ほいほいにポコって入っていたおでぶちゃんなんですが、はい、よくあの、外をね、この中から眺めています、ね。特等席なんでしょうかね。なんか、あの、別に顔見えないですけど、この、わかりますこの雰囲気かわいいですよね。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。